皆さんこんにちは、小島春菜です。もうすぐクリスマスということで、ハンリップトゥーもホリデーコレクションが出てくるんですけど、ハンリップトゥー初のビューティーアイテムのネイルポリッシュを作ったので、いち早く皆さんにお知らせしようと思って、そして天気もいいので動画撮りました。ネイルポリッシュと、あとは夏にも発売したオイルフレグランスの新しい香りと、あとキャンドルがあるので、そちらを紹介しようと思います。はい、まずはネイルポリッシュです。もう出来たてで、あのパッケージにまだなってないような状態なんですけど、今4色あるんですけど、2色ずつの2セットになります。これはキスミっていうカラーと、あとパールっていうカラーの2色のセットと、ちょっとパープルっぽいカラーのアメジストと、ピンクベージュのローズクォーツのカラーのセットになります。私が作るものって本当に色にとにかくこだわっていて、お洋服のレースの色とか、ニットの色とか、コットンの色とか、カラーにこだわっているので、ネイルにもかなりこだわって作りました。ホリデー気分を高めてくれる赤とパールのカラーのセットと、ニュアンスとパールの美しいアメジストとローズクォーツのセットなんですけど、ちょっと塗ってみようかな。どれが見たいかな。どうしよう、どれ塗ろうかな。こちらはアメジストのクリスタルをイメージしたカラーです。パールやラメが入っていて、角度によって見え方が変わります。コーディネートのポイントになるので、白ニットと合わせたら可愛いかな。こちらはローズクォーツをイメージしたカラーで、綺麗めでデイリーに使いやすいカラーです。一度塗りと二度塗りと表情が違うので試してみてください。キスミーはホリデーに心が躍るカラーを作りたいなと思ってできたカラーです。少しブラウン味のあるおしゃれ色なので、もちろんこのシーズン以外でも楽しめます。パールそのものがネイルのカラーだったらいいなと思い、パールをイメージして作りました。こちらは二度塗りがおすすめです。少しエクリューのかかったカラーで、パールとラメでどの角度から見ても美しくなります。はい、こんな感じの4色なんですけど、並べたら本当に可愛くて、色作るの楽しいなって思ったので、今後もちょっと作っていきたいなって思ってます。私もセルフネイルなんですけど、ファッションによって色を、いろんな色を楽しみたいので、こうやって一気に4カラー作ってみました。ベーシックだけどおしゃれなカラーを選んだので、ちょっと前から使っているんですけど、どのカラーを塗ってても褒められるので、ぜひ楽しんでほしいなと思います。そして次はこのオイルフレグランスです。夏に発売して大好評だったので、今回もまた新しい香りで登場します。ヌードパールっていう香りで、ホリデーが近いのでパールをイメージして作った香りになります。ロマンティックなティーローズをベースに、スパイシーなブラックペッパーやクラリーセージの新鮮な香りも加わったハーリップトゥーらしい香りです。これはね、また最高の香りを作ってしまったって思った。作った時に、普段生活しててもこの香りを求めてしまうような、本当にスペシャルな香りに仕上がりました。あ、めっちゃいい香り。これ誰もが好きな香りだと思う。私、香りを作る時に調香師さんと何度も直接お会いして話して試作を繰り返して作るんですけど、1回目が絶対にパブリックイメージの香りになってくるんですよ。
嗅ぐといい香りなんだけど、私って確かに世間にこう思われてそうだなみたいな香りでできてくるの。でも本当に私の好きな香りってちょっと違うから、そこを言葉で伝えながら何回だ何回も繰り返してやっと自分の好きな香りに仕上がるっていう、好きな香りこだわりについて話してる YouTube 動画があるんだけど、調香師さんにもうそれを見てくださいって言って、私の好きな香りを汲み取ってもらうんだけど、普通にいい香りとかモテそうっていう香りだけじゃなくて、ちょっと癖があったりスパイシーだったりするような香りが好きで、この香りも前回作ったヌードフラワーの香りもそんな香りになっているかなと思います。でこれはもうキラキラが入ったオイルなんですけど、毎日つけてるし旅行に行く時も持ってくくらい大好きなんですよ。オイルフレグランスなので香水ほど香らないけどふわっと香るので、いつもどこでもつけています。そして最後はこちらのキャンドルになります。本当にここにいるだけですごくいい香りが伝わってくるんですけど、こちらはですねセルフラブクリスタルキャンドルといって、キャンドルの中に見てクリスタルが入ってるんです。かわいい。これは私がクリスタルが大好きなので、いい香りもできたのでキャンドルにしたいと思ってクリスタルキャンドルを作りました。こちらはローズクォーツで、こちらがアメジストになってます。このキャンドルはソイワックスで、そしてクリスタルが入っているので、一つ一つ職人さんが手作りで作ったキャンドルになります。クリスタルなのでやっぱり一つ一つ表情が全く違うので、それぞれ世界に一つのキャンドルになっています。このキャンドルはもう2年前からずっと作りたかったものだったんですよ。なので今回こういった形で実現してすごく嬉しいです。香りもすっごく良くて、こっちはヌードフラワーの香り、甘い香りで、こちらは、さっきのオイルと同じヌードパールの香りになっています。火をつけてもまた違った香りになるし、こだわりで香料の量を贅沢にたくさん入れたので、置いておくだけでもふわっといい香りがするので、ぜひお部屋に置いてほしいし、アメジストは枕元に置くといいって言われてたりするので、ベッドの横の枕元に置いてもいいかなと思います。見ているだけでも幸せな気持ちになるキャンドルなので、早くみんなの元に届けたいなって思ってます。やっとできてよかった。本当にかわいい。クリスマスなのでぜひキャンドルで癒されてください。そしてセルフラブを皆さんしてください。こちらで、はい、ということで3つ紹介してみました。どれもねすごくこだわって作ったものなので、みんなの元に届くのが楽しみです。この他にもホリデーのワンピースだったりアクセサリーだったりいろいろあるので、ハーニプットぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。